ゼッケン17番松田健二さん、はい、はい、2位お二人です。伊藤俊明さん、岡本直樹さん、ダジオへお越しください。松田さん、まず撮影用で、2位のお二人、まずこれで、はい、じゃあ、すみません、写真撮らせてください。いきます。はい、チーズ。いきます。どうぞ。お願いします。ありがとうございます。あ、すごい。あ、どうも。はい、どうも。まさか、XL と M だったらどっち？ M。来てもらえるんなら。来てもらえますか？パジャマになるなら。ネクタついてるけど、まあそれ気持ちいい。早くも。あ、そっか。ここないんだ。あ、そっか。皆さんいいから、はい、はい、写真撮影はもう終わりました。終わり、終わり、はい、じゃあヒーローインタビューいきたいと思います。松田さん、優勝おめでとうございます。まあ、あの決勝戦10分3ローテ、常に先行する形だったんですよね。あのパターンなどを聞かせてください。予選は放流はどうなの2グラムで、はい、まあ、シェイクをして見せて見せて、はい、寄せてする感じで、セカンドサードは秋らしいとハント、秋らしいとハント、おお、で、決勝はもうほぼバービーバービーだけで、バービーですか、はい、ということですね。お気に入りバービー、はい、ということですね。まあ、あの優勝決定戦のバービーはないです。あ、本当ですか。ということですよ、バービー大活躍ということですね。はい、優勝の松田さんでした。おめでとうございます。暑いので巻きだけありがとうございました。巻きのコメントも感謝ありがとうございます。はい、